連敗記録更新です。こんにちは、ナビゲーターのジュンです。尖閣諸島は言うまでもなく日本固有の領土ですが、中国が尖閣諸島の領有権を主張するのは本当に虫のいい話ですよね。2012年9月11日の国有化以降、中国は尖閣諸島周辺海域への侵入をたびたび繰り返しているのですが、最近中国側がエスカレーションの試みを行った様子です。中国海事局は先日21日、資源掘削装置勘探8号を日中中間線を越えて日本側に侵入させ、尖閣諸島の大正島北東およそ140キロの海域に展開、掘削調査を実施すると発表しました。これに対し日本側は外交ルートを通じて抗議したのですが、意外にも中国はおとなしく調査船団を引き返させたということです。とてもほっとしたのですが、なんからしくないですよね。尖閣諸島周辺では特にここ約10年間中国が実効支配を確立しようと四苦八苦しているようですが、またもや連敗記録を更新したという格好です。ということで今回は尖閣諸島問題について深掘りしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。掘削装置を尖閣周辺に。21日夕方のこと、中国海事局は天然ガスなどの試掘を行う資源掘削装置勘探8号を沖縄県尖閣諸島の周辺海域に展開すると発表しました。船名の勘探は中国語で資源探査のことを意味し、8号は勘探シリーズの8番目を意味します。これだけで中国の拡張主義がうかがえるのですが、今回それが日本側に再度向き始めたといったところでしょうか。指定された海域は尖閣諸島の大正島から北東およそ140キロの海域であり、当初の発表では23日の18時までに到達するとされていました。この海域は EEZ 排他的経済水域の未確定領域ではあるものの、日中中間線から大きく日本側に入り込んだ海域にあたるため、これを実行すれば外交問題化は不可避です。中国は沖縄トラフまでが中国の EEZ だなんて一方的に主張してきましたが、これまで行ってきた資源開発では日中中間線を越えたことはありません。そのためもし今回勘探8号が当初の発表通り展開し調査を実施した場合、尖閣諸島に対する中国の主張が一層強固になることを意味するため、日本側の政府当局者は従来に比べてはるかに大胆だ、外交問題に発展するだろうと危機感をあらわにしたのは報道通りです。こういった行動の背景には2021年に定められた中国の国土空間長期計画において、中国が尖閣諸島周辺を開発予定海域に入れたことに根拠するとみられており、それに合わせて近年は中国政府が日中中間線の存在を否定するなど、エスカレーションラダーを一方的に駆け上がるような行為を繰り返してきた経緯がありました。また日本が最近福島第一原発から発生した処理水を海洋放出したことへの意趣返しだという指摘もあり、今後一層のエスカレーションが懸念されるところです。まさかの撤退。日本国政府は中国政府に対し、勘探8号を展開させるといった中国側の行為は日本の主権や管轄権を侵害する恐れのある行為であるとして撤回を申し入れており、松野官房長官も21日の記者会見で、我が国の主権や管轄権を侵害する行為を行うとすれば断じて受け入れられないと抗議しています。松野長官はその会見で、外交ルートを通じ強く申し入れを行い、事実関係や掘削船に関する尖
健康警報の発出の目的などについて説明を求めていると述べていましたが、大多数の見方は中国が日本の言うことなんて聞くはずがないといういわば諦め感が強かったように感じます。ところがなんと中国側は自ら発表した調査活動を発表は入力ミスによるものだったと釈明、そして撤回したのですから驚きです。従来の中国では考えられないことですが、これでしばらくは一安心と思うほど日本人は単純ではありません。これも何かの伏線かもしれず、それゆえ一層尖閣周辺海域はもちろん、他の海域や地域、また諸問題も含めながら中国への警戒を一層高める必要があるでしょう。中国は過去10年以上にもわたり、あの手この手を使って尖閣諸島周辺での実効支配を目指してきたのですが、2016年には尖閣諸島で難破した中国船を海上保安庁が救助したりと、南シナ海のような実効支配の確立に失敗し続けているのが現実です。それだけ海上保安庁が日本を必死に守っているということですが、こういう取り組みこそ日本のメディア、特に NHK はもっと放送するべきではないでしょうか。それはさておき、海上保安庁の中国対策としては、尖閣諸島周辺に常時大型巡視船を展開させるなどの措置を取っており、将来的には無人航空機シーガーディアンの導入を実施する予定であるなど、中国海警局に対して優勢を保ち続ける見込みです。今後もし事態がエスカレーションした場合、その時こそ海上自衛隊の出番となりますが、海上自衛隊の哨戒機はすでに活動を行っているほか、現在多目的フリゲート艦最上型 FFM や哨戒艦といった警戒監視に適した装備品を整備中。中国側が尖閣周辺において南シナ海のような強硬姿勢を取らず、このような抑制的行動をとっているのは、こうした自衛隊の努力あってこそだと言えるでしょう。本当に感謝しかありませんよね。V 設置問題も。でも安心してはいられません。中国側が今年7月、尖閣諸島周辺の日本の EEZ 内で日本側に無通告でブイを設置していた問題もあるのです。松野官房長官は19日の会見で、今年7月に確認し中国側に抗議したと明らかにしていましたが、2ヶ月にもわたり国民に公表されていなかったことを含め、弱腰な岸田政権を批判する声も後を絶ちません。発見されたブイは直径、そして高さが10メートルもある巨大なものであり、外部に情報を送信するアンテナを備えていることが明らかになっています。ブイは魚釣島北西約80キロにあり、日中中間線の日本側に位置しています。専門家はこのブイの目的について、気象観測が目的ではないかとした一方で、水中超音機により、海上自衛隊の潜水艦について情報を収集している可能性も否定できないとしています。水は電波を反射するため水中ではレーダーを使うことができません。そのため音を利用するソナーを使って水中を捜索し、目標となる敵潜水艦の位置や種類を特定したりするのですが、この対潜船では事前に収集した敵潜水艦についての音の情報が重要です。ご存知の方も多いと思いますが、潜水艦を含むあらゆる艦船にはそれぞれ音紋と呼ばれる水深の際に発する固有の音があり、艦の種類のほか同型艦同士でも製造時の誤差や修理歴などによる微妙な違いが固有の音を生んでいます。そのため音紋を識別できれば指紋のように艦の固有名まで特定でき、極めて高い確率で敵潜水艦と判断できるというわけです。しかし潜水艦は機密の塊、
当然他国潜水艦の音紋を整った環境で収録するなんてできないので、ブイや海底に設置した超音センサー網などを使い、普段から水中の音を聞き続けて有事に備える必要があるのです。今回中国側が設置したこのブイは音紋を収集する目的で設置されたと推測される一方で、南シナ海で中国が行ったような実効支配の試みだという指摘もあるようです。いずれにせよ、中国側がこのブイを回収するよう政府には働きかけを強めていただきたいですね。中国側の東シナ海における活動は南シナ海に比べて抑制的ではあるものの、もし台湾有事が発生した場合、東シナ海は南シナ海以上に大きな作戦的重要性を持つことになるでしょう。そうならないよう、現在日本は防衛費を増額しながら抑止力の維持、向上に努めているのですが、昨今では抑止が破れるという事態を想定しなければならないほどに中国の拡張主義的傾向が強まっています。現在実際に侵略が開始された後に重要となる継戦能力や侵略の排除能力について自衛隊は危機的状況にあるとされており、今緊急的な増強が行われているところです。一方、安全保障のトータルデザイン上では最前線で中国海警局と対決を続ける海上保安庁にも十分な予算措置を行ったり、インフラの冗長化、緊急時への備え、そして高単価、攻撃に耐える能力を進めることも重要です。上辺だけの防衛力ではなく、国家そのものが強靭になるように、政府には食料、経済安全保障といった視点も含め、総合的な国家安全保障を目指してほしいところです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価やチャンネル登録、また感想もいただければ励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジュンでした。良いひとときを。